エド・シーフェリン。1880年、トゥームストーンにて、エドワード・ローレンス・シーフェリンは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、ティオガ軍のインディアンで、アリゾナ州トゥームストーンの設立者。1877年に金を求めて、カリフォルニアに旅行をするまでの30年間は、比較的平穏な生活を営んでいた。ちょうど、この時期は、カリフォルニアゴールドラッシュの時代だった。 シーフェリンは最終的にはキャンプ包着家で働くインディアンスカウトだった。空いている時間を見つけては金を見つけるために掘屈し続け、グース大地と呼ばれるあたりで金の代わりに銀を見つけ出した。あなたがこの世で見つけるであろう、唯一の岩はあなた自身の墓石になるであろうという趣旨の彼の岩収集は兵士によって揶ゆされ、シーフェリンは採掘権を 破壊師と名付けることを決めた。採掘した功績が良かったことを証明し、かなりの鉱脈を突き止めたことに一年かかったが、最終的にシーフェリンと数名の他人はいくつかの非常に貴重な採掘権を分割した。1879年に設立されたトゥームストーンの町は伝説的な銃撃戦が行われた、王景牧場の近くのビジネス都市や、軍長所在地内にとどろいた。 トゥームストーンの鉱山は1880年代になってようやく発展したが、これはすべてシーフェリンを金持ちにさせた。その後、彼は町を去り、広範囲を旅行したが、それでも亡くなる時はトゥームストーンに戻りたがっていたという。1897年、オレゴンで敷屈している最中、甲府の小屋に落下したため亡くなった。49歳だった。 シーフェリンの生前の意思により、あらかじめ指定されていた、採掘衣服や、シャベル、古い水筒と共に、トゥームストーンから約3キロメートルほど離れた、ウエストアレン通りの共同墓地に埋葬された。1881年、シーフェリンの兄弟のあるが、シーフェリンホールと呼ばれる、娯楽施設を建てた。この建物は、今も、トゥームストーンの町に保存されている。ありがとうございます。